皆さんこんにちは、しののめしのです。今回は久しぶりに要注意団体を紹介するよ。今回紹介する要注意団体は、ウィルソンズ・ワイルドライフ・ソリューションズ。ウィルソンズ・ワイルドライフ・ソリューションズ、通称、WWS、ウィルソンズ、はオレゴン州のボーリングを本拠地とする動物保護団体で、珍しく財団と協力関係にある団体だよ。ボーリングは1平方キロメートルあたり平均およそ 350% 以上な動物層を生成、内包している通称、ネクサス17、と呼称されている地域で、一般人も生活しているよ。ボーリングには異常性を持った動物の他にも、アンダーソンロボティクスの本拠地があるよ。ボーリングで生活している人は異常存在を不思議に思わず、財団が工作により外部からはほとんど人が来ないよ。財団は余計な干渉を控えてせいぜい匿名の協力者として寄付をしていた程度だったけど、とある事件をきっかけに自らを監視者と名乗り、協定を結ぶことに成功、現在は協力関係にあるよ。なぜ財団が直接乗り込んで乗っ取ろうとしなかったかというと、ウィルソンズを目立たないまま運営させ続けることが人員、コストを割かずに異常存在を収容できるからだよ。当時の財団がウィルソンズに取った行動といえば、従業員の監視、SNS やウェブサイトの検閲、財団のスパイである萩松湯冬を送り込んだくらいだよ。財団は浮いた資金の一部をウィルソンズに匿名で寄付することで、動物保護施設だけでなく、害獣防除業者、地域の生態系の調査と研究に携われるほどに成長。輪島はウィルソンズに雇用されることに成功したよ。ウィルソンズが順調に成長していたある日、異常性を持ったホッキョクグマがボーリングに出現したよ。このホッキョクグマの異常性は気温、体温などの周囲の熱を奪い、奪った熱量に比例した発光、降雪をもたらすよ。最初はただの過去異常に話したけど、周囲の気温の低下に気づいた従業員がストーブをつけるとホッキョクグマはその熱を吸収し爆発。負傷者は出なかったけど過去異常は壊滅したよ。ウィルソンズはホッキョクグマをボーリング在住の夫婦が管理している冷蔵保管ユニットを購入。世話はユニットの持ち主である夫婦が見てくれることになったよ。その数日後、熱波がクラカマス群を襲い、ホッキョクグマは爆発。猛吹雪を起こしながら暴れ回り、異常事件か通称 UIU がホッキョクグマを銃殺するまでにボーリングの半分が凍結。夫婦、ウィルソンズ従業員、UIU エージェント2名と保護していた3体のアノマリーノが殺害されたよ。一方その頃財団は、ネクサス17内の UIU と異常な麻薬密売量をめぐって抗争中だったので、ネクサス17に割り当てられた人員のほとんどがそちらの対処に追われこの時ウィルソンズを監視できる人間が輪島しかいなかったよ。財団はこの件を認知しておらず、UIU が真っ先にホッキョクグマに対応、処理を行わなければ一般社会に露呈していただろうということで財団はお礼の品として抗争の種である異常な麻薬を引き渡すことにしたよ。財団はウィルソンズを野放しにしたせいでこのような結果を招いたということで、直接の外交を重ね、通称、ボーリング協定を結ぶことに成功したよ。1、ウィルソンズワイルドライフシェルターは、DHUS1221 内部に出現する低脅威異常生物を捕獲し、リハビリテーションを施すことを認められている。2、ウィルソンズワイルドライフシェルターは、SCP 財団が公共維持体の捕獲において組織を支援できない場合、合衆国魚類野生生物局異常文献隊に連絡して援助を要請することを許可されている。3、合衆国政府は、DHUS1221 内部で発生する超常犯罪を管轄する。これは人間及び人間型異常実態や、問題の犯罪行為を犯すために使用されたオブジェクトの収容にも及ぶ。4、SCP 財団は、組織の予算上の必要性に従って、ウィルソンズワイルドライフシェルターに毎月資金を提供する。5、SCP 財団は、DHUS1221 内部に出現する公共異常生物を収容することを許可されている。ただし、関連記録の主体であるホッキョクグマはこの例外である。6、SCP 財団は、要請を受けた場合、もしくは緊急な介入が必要であると判断された場合を除き、ウィルソンズワイルドライフシェルターの活動に直接干渉することを禁止される。7、すべての関連組織は、それが他者の活動に直接干渉しない内容である限り、緊急時にボーリング協定を改定する権利を有保する。簡潔に言えばウィルソンズは確保した動物が自らの手に余る場合、財団に引き渡すこと。そうでなければ基本的にはウィルソンズに任せる。あとは公的に財団が毎月支援金を送るといったものだよ。以上です。いかがでしたでしょうか。
もし好評なら他の要注意団体、ウィルソンズの記事の紹介動画も作りたいと思うよ。それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。